アジクラさんの金華飯を食べに来ました。ここは変わったメニューが多いんです。金華飯普通盛り、ドド盛り、ドドドドド盛り、があります。あと混ぜそば、台湾焼きそばセットもあるんですね。金華飯と台湾ラーメンセットにしましょうか。ランチメニュー、アジクラさんの台湾ラーメンと、これが金華飯ですね。噂の金華飯、卵に豚天乗ってます。並盛りがこれの3倍になります。この並盛りの倍がドド盛りで、ドド盛りの6倍ぐらいのがドドドドドドンと盛りになります。成功者の方いるそうです。とりあえず私はこのセットを挑戦してみたいと思います。いただきます。
ドドドドドンと盛り食べられた方いらっしゃるんですね。3人は女の方もいらっしゃいますね。ミニでお腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。味倉さん、いやここは本格的中華ですね。ちょっと中華の本当に香辛料使われてますし、またシェフの方はみんな中国語で話されてます。いや思ったより思った以上に美味しかったです。